足の使い方やっていきたいと思います。フットワークってめちゃくちゃ大事で、骨盤を動かすっていうのは全部足、この体の回転スピードをつけるということは、この足がしっかり使えないと距離が出ないということなの。つま先上げてもいいんで、大げさにちょっとやってみるのが一番いいかな。でこう構えてバックスイングで乗らない人とかかとに行くぐらいの気持ちで、はいどうもマイケル長谷川とローラです。ローラです。よしローラですよ、入ったねなぜローラなんだっていうねあれもありますけれども、前回はですねまた左回りになってたよねと、まさに90代と70代の違いの典型的なモデルのケースになっていたということで、こちらやってきましたね。あれはもうそう一瞬治りましたね、はい、ハンドファーストで打てない方、それからクラブが逆回りになってしまう方はそこ見ていただければなと思います。今日はね足の使い方やっていきたいと思います。フットワークってめちゃくちゃ大事で、要は体の回転って大事じゃない、回転できない方が多いのね、手打ちになっちゃう。これ骨盤を動かすっていうのは全部足なんですね。イコールね、この体の回転スピードをつけるということは、この足がしっかり使えないと飛距離が出ないということなの、はい、ちょっと足が強くてちょっとやっていきたいと思いますね、はい、この靴の中にセンサーが入ってるわけ。すごい、ハイテク。左足を上げて、はい、お結構バランスいいですね。ちょっとそのままです。左足上げて、右足上げてね。え左足上げてって言ってんの大丈夫ですかそれどうやって、ま、ずっと待ってても来ないわけですよ。おかしいなぁと。 OK、はい、3、2、1。今足のマークあるでしょ、右上、うん、で、まあ大体わかるじゃん、この赤くなってくるとそこに圧がかかっているよみたいな。白い点っていうのが、うん、こうポンと置いてる足の圧があるじゃん、うん、でそれの中心があると、このアドレスの時にかなり右の前の方にある。だから極端に言うとこういう感じ。これがじゃあどういう風になるのかというと、バックスイングっていうのは体が回ってくるんで、ここにある圧、中心圧が右のかかとの方に動いてきてほしいわけ。いやここバックスイングってここ深くってやるじゃん、やってたじゃん、うん、じゃあどうなるか見ていきましょうか。これがこうやってスニフト、お右に右に行く、かかとの方に行きたいけどやばいっすね、もうほぼ左には乗ってないもうここに上げてるよ、ここトップの時、まあ、若干かかとにした感じはあるけどね、うん、でこれ次インパクトどうなるの。インパクト、まあ、切り返した直後っていうのはこれが左の母子球にグッときてかかとの方にフィニッシュで抜けていくっていう、こういう順番になる、母子球の方に来るんだけど、行きかけてるけど結構まだ結構つま先寄りにあるね、うん、赤くなってる、うん、はい、もうこの時点ではもうかかとの方に行っててほしいんだけど、ずーっとつま先入れじゃん。だからすごいこの COP の点が右前の方でくる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 動いてるわけ。ここはすごい、ここ使ってるイメージ。じゃあもうそれ通り、うん、これだってやっぱボール飛ばない。インパクトで言うとここね、もうこれ見てみて、でしかもネックギリギリでしょ、もうシャンクギリギリ、やっぱもうこれだけ 前の方にやったらこれもシャンク出ます、うん、これじゃダメだ、ちょっとこれを直していきたいなというふうに思いますね、はい。この時点でやっぱ結構右なわけ、うん、でまあそうそう、そのぐらいが今ちょうど均等。よく母子球重心とか言ったりするけど、こう今自分とのズレ感じてるでしょ、で見ながらやってるから直しやすいと思うんだけど、もうちょっと左でもいいぐらいだよね。何も考えないで、うん、すごいね、こう構えてんだね、うん、もうこっちら辺、うん、いつも重心があります。あ、じゃあ自分でも意識感覚と合ってる、うん、それだからもしかしたらアライメントが合わないのかもしれない。こうトットってなっちゃうの。あ、そうそうそう。でもいつもしんどい。しんどいですよ。そう。でバックスイングトップの位置いくよ。はい、トップの位置。はい。左回りをしながら、そう。これはい、右のかかと。そう。ここに入ってほしいわ、うんうん。かかとに乗ってる体重が。うん。バックスイング、ここから右のかかとにしっかり。そう。そうだね。ちょっと来すぎだね。そう、もうちょっとこういう風に回しながら、もう少し左の母子球にも乗ってるから、そう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 、このぐらい深くいってほしいわけ。普段もうちょっと前の方にある。前、そう、こういう風にするとしっかりクラブに立ってくるし、ダウンスイングでクラブがこうやって降りてきて、この正しい軌道で降りてきやすくなる。そう、この左の母子球に一瞬グッと乗ってかかとで、かかと
そう、もっとか後ろ後ろ、こっちかかとか、そうそう、歩行だから、自分が思ってるよりもすごい左腰後ろの方に切れてくる感じがある。だから今は前の方の横横で動いてるんだけど、もうちょっと前後の動きがあるってことだよね。だからローラのスイング見ると結構回転してるようだけど、すごい前の方で回ってるってことだよね今の回転はいいんだから、もう少しバックスイングは 右のお尻が後ろの方に行って、でダウンスイングをこうやって左踏んだら、今度左のかかとの方にしっかり抜けて、うん、こうやって、うん、左に乗ったら、うん、一回乗って、はい、かかとにしっかり抜く。そう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 、こういうことなわけ。ローラのスイングって肘がこうやってビハインドに入るよねって言ってたじゃん。あれっていうのはここの位置でも当たるじゃん、うん、ここの位置いいんだけど、体の位置が前に出たらビハインドに入るじゃん。だもっと動いてる位置ってな、後ろに行けばもうこの肘の位置って前に入ってきやすくなると思う。でもいい時ってここになんか空間があるイメージ。そう、この懐をやっぱりしっかり作っていくっていうことをやっぱり意識していくといいと思う。だ今はどっちかっていうと前に来るから、正しく肘を下ろしようと思ってもやっぱどうしても体の後ろの方に肘が入っちゃう、まあ、そしたら90っていうか80代のゴルファーになれるんじゃないの。このぐらいね、うん、かかと、そういいね、右のかか、おい乗れるようになってきたね。そうそうそう。大雑把にリズムよくやっちゃっていいよ。3, 2, できなくてもいいから。うん。もうそれやるとめっちゃ体低くなる。前傾か、そうそうそう、いいとこ気づいてるね。じゃあ直しました、うん、もう明らかにさっきの線の COP の形が違ってるよね、うん、でこう右かかとに来てこうやってかかとに行ってるんじゃなかろうかっていう線があるよね、うん、でこれがアドレスね、でこれがインパックスイングに向けては右のかかとの方に寄っていきます。いいじゃない、この COP が右のかかとの方に来てるよね、うん、素晴らしい、うん、トップだよね。でここからグッと左の五子球に一瞬切り返しで乗って、これが左のかかとの方に来てくれると、そう、これも結構理想形の動きで、これ見てもらうと分かるんだけど、これフィニッシュでこれお尻の位置が前に来ないんで前傾角度がしっかり残ってると思うんだよね、うん、女子プロのスイング見てても最後フィニッシュですごいこういう風に見えるじゃない、うん、ビョーンって立たないでしょ、なるでしょ。あれってお尻の位置がボールに寄っていかないから、あの前傾角っていうのをキープできるわけだよね。だからこうやって今みたいに左のかかとの方にしっかり圧が来てれば、この 前傾っていうのをキープできると、ボールとの感覚が変わらないんで、さっきの時シャンクギリギリだったと思うんだけど、うん、今度マシンで打ってる、うん、で肘も前の方に入ってきやすくなってきてるじゃん、うん、これ動いてる位置が単純に後ろになったからだよね、うん、こうやって足っていうのは使うわけ。すごい。でこの体の動きの練習っていうのは難しいじゃん、だからもっとなんかすごいつま先上げてもいいんで、大げさにちょっとやってみるのが一番いいかな。でこう構えてバックスイングで乗らない人ってかかとに行くぐらいの気持ちで多分ちょうどいいと思う、ね、そもそもこういう感じだったんだよね。で前の方で動いてこういう感じだから体が起きたりとかするわけだよね。でなおかつこの前に来るから手が正しい軌道で来たとしても肘が体の後ろに入っちゃうと、まあ、そうするともうここで右肘っていうの減速するんで、引っ掛けとかあとすくい打ち、ハンドファーストで打てないっていう流れになってくるわけだよね。ここだったら肘が前に入ってくるわけだから、こうやってハンドファーストで打てるんだよね。ここが左のかかとに抜けてきたら、お尻の位置ってこの後ろに来るから、フィニッシュで見た時にはこうやって前傾がしっかりと最後まで残っている形に見えるんで、見た目も美しくなるということになるわけです。すごい、はい、ね、ちょっと分かりにくい分だけど一回体感していただくと分かるじゃない、うん、なかなかセンサーとかもないと思うので、うん、これご覧の皆さんはつま先を上げてこういうでバックスイングでしっかり今日のやつ右のかかとに入ってくる、自分がこの時にあ前にないかなとかちょっと考えみてもらった方がいいと思います。でローラみたいにさ体がぐるぐる回ってたらなんか足もしっかり使えているような感じだったんだけど、俺だけどああやって測るとやっぱ全然違う。ここに力入れてここに力入れてっていう、うんうん、今まで感じたことなかったから、うん、すっごいためになりました、うん、だからこの後練習ね、腕の練習とかもあるけれども、うん、自分はでもちょっと前に行きやすいんだっていうなんかそういう感覚を持ちながら練習するともっとどんどん良くなっていくと思いますから、安定感も半端ないし、こっちの前傾キープも確実にできるようになるし、前傾キープできるようになればボールのコンタクトっていうのも当然ね良くなってくるわけだから、頑張ってください。
頑張ります。そんなわけで今日もですねこの動画を見てためになったよとか勉強になったよという方はグッドボタン、はい、それからチャンネル登録の方もよろしくお願いいたします。ではまた。マイケルゴルフ TV を運営しておりますゴルフコーチの長谷川哲也です。いつもご視聴いただきましてありがとうございます。現在ですね私たちと一緒に働いてくれる方を募集しております。私たちの理念というのはゴルフの楽しさと感動をですねできるだけたくさんの方に伝えるという活動をしております。まあその中で必要になってくるのはこの障害スポーツであるゴルフというのを長くですね楽しく健康にですね続けてもらうためのスイング作り、それから体作りっていうのをメインにですね皆さんにこのサービスを提供しているというような企業になります。ぜひですねこの動画とかこの理念に賛同していただけるゴルフインストラクターの方、それからトレーナー、それからセラピストの方いらっしゃいましたらですね、ぜひ一緒に仕事がしたいなと思ってこの動画を作っています。ご興味のある方は下の概要欄に応募のフォーム URL を貼っておきますので、そちらからご応募いただければと思います。ぜひこのゴルフ界を盛り上げるために力を貸してください。よろしくお願いいたします。